はい、どうも、浮士です。アンディスピューテッド、続きやっていきたいと思います。ボクシングゲームですね。キャリアモード、現在進めております。ということでね、引き続き、世界チャンピオンを目指して、今ね、頑張っておりますというところなんですけれども、取り急ぎっておかしいな。今のところですね、ランキング的には47位とか6位とか、まあ、このぐらいのね、ランキングになっております。まだまだ先長いですけどね、とりあえずね、どんどん進めていきたいなというふうな感じですね。まあ、前回、減量の様子だったりとかっていうのもちょっとずつね、分かってきたので、まあ、この調子でね、進めていきたいなというふうな感じですね。まあ、やってみて分かるのは結構サクサク進むなっていうイメージですかね。怪我も今のところないですね。このまま進めていきましょう。はい、もう一回。さあ、ここで調子は、かなり上がってきていると。これマックスですね。それから減量モードに入って減量をしていくと。はい、どんどんいきましょう。まあ、試合までね、どんどん進めていくような感じのイメージでいきましょうかね。はい、さあ、新しい、対戦相手が、出ましたね。一番左の選手がやっぱ強いんですかね。まあ、どんどんやっぱ強い選手とやりたいですね。お、初めての30位台。まだだいぶ先長いですけどね。WBO 39位、ですんで。まあまあ、どんどんね、格上の選手とやっていきたいですね。さあ、交渉がそもそもうまくいくかみたいなとこもあるんですよね。はい、やっていきましょう。どうだ？ OK か？あ、OK ですね。はい。というところですね。さあ、そして、ファイトキャンプに入りますと。で、お金があれば、この1個上の、やっぱりね、これにした方がいいですよね。はい。ちょっといいキャンプ。ジムをね、レベル C のジムを選んでるというような感じです。で、トレーニングね、こうやって上げていくと。一番今のとこ、能力低そうなところをどんどん上げていきたいので、この辺かな。えいや。はい。そして、最後の4周目のところだけ、しっかり休むという風な感じでいきましょう。ここもスタミナリカバリー。あ、ここですね。ほい。で、今54キロですね。で、リカバリーしてもあと1キロ、でいくので、もう一回トレーニング。もう一回トレーニングはどこに行くかな。これかな。えいや。おう、何やら怪我してしまった。怪我しちゃったか。右手。ああ、嫌なとこですね。ああ、で、直すのにはお金かかるからちょっと無理だと。いうことで、これはもうしょうがないっすね。はい。さあ、直せないので最後はリカバリーして、今54キロですからね。はい、これで1キロ増えて55キロというところで、はい。さあ、調整は完璧じゃないですか、これでね。なので、ちょっと怪我以外はいい感じですからね。さあ、行きましょうか。よし。さあ、今日も勝ちますよ。はい、調整はいいと思います。怪我はしましたけど、だいぶね、レベルも上がってきてますから、引き続きやっていきましょう。まあ、前回までいろいろね、動きのところとかも、まあちょっとこう、課題になるところもありましたけれども、さあ今回もジムの中ですね、まあ一時会場での戦いっていうのはまだまだお預けというような感じですね。さあ、年齢も20歳になりましたね。さあ、どんどんいきますか。さあ、相変わらずのチーム。さあ、俺たちのチームがいずれナンバーワンになるぜと。さあ、行きましょう。相手はパワーありそうな感じはありますね。さあ、ということでスタートですね。 OK。 まずはファーストコンタクトですね。
うん、 OK ナイスボディ、おーいいですねボディ、なかなか慎重に来るタイプですね。OK。おお、フック、だいぶ使えるようになりましたね。ボディ。OK。あー、アッパー入らなかったですね。うん。オッケー、うい、そう、アッパ、オッケー、うまい、ほい、うん、いやーちょっと今のは打ち終わりをうまく狙われてしまったですね。オッケー、おう、オッケー、おい、さあ、おー、ボディー、なかなかちょっと厳しい感じだな、ガードが硬いっすね。とりあえずまあそうですね、ポイント的には全然というか全然打ってこないですねあの亀状態なんで、そこら辺が結構気になるかな。ストーンストーン、はいボディ、ちょっと強打を、こういう作戦なんですかね、全然打ってこないからな。 OK、初めから4ラウンド勝負できてるのか。 OK ナイス、右フックが遅すぎるっすね。うん、ただ左フックは結構相変わらずいい感じですね。ボディOK ストーンストーン、ボディアッパー、おーい、ボディターン、まあとりあえずジャブでまずは、よし、おいしょ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 、うん、オーケー、おーし、おーし、ナイスボディ、あーっと厳しいね、うぅ、うん、よし、いやー全然打ってこないだからなかなかちょっと決着つきにくいっすよねこれだとね。さあちょっと引き続きいきましょう。オッケー、ナイスボディ、おい、そう、ボディ、そう、オッケー、ちょっともう強引にあまりにも打ってこないんで、おい、ボディ、うん、オッケー、ボディ、
おい。タンタンタン。ナイスボディ。全然倒れる気配なし。おい。ナイスボディ。オッケー。おわーっと、ちょっと雑でしたね。そうそうそう、こういう時こそね、丁寧に細かくいかないとダメですね。ただね、フックがね、とにかく今回遅いんですよね。このフックが本当に、アッパー。おお、うまいね。よし。いやー、うまいね。なかなかかわしてきますね。さあ続いて、次も4ラウンドか。もうここ全然行った方がいいですね、マジで。 OK。 おいおい、やっぱお、うん、よし、オッケー。おい、やっぱおい、ふう、全然打ってこないね。こういうタイプの選手と戦うのは結構きついっすね。もうこうなったら密着して消耗戦。ナイスボディ。おい。しかし本当にパンチ力がないということだけは分かりますね。結構ね、おー、うまい。いやー、これだと倒れないよね、やっぱさすがに。わあ、オッケー。いやー、なんとも言えない試合だったっすね。全然打ってこないもんね。これじゃあちょっと勝負にならないよね。まあでもこういうタイプの選手もいるということですね。さあということで、どんどんね、試合は進めていきたいとこですね。いやー、なかなかですね。さて、あ、ランキングはまあでもぼちぼちですね。はい。さあということですね。まあちょっとなかなか厳しい、もう少しこう白熱した試合がやりたかったけど、まあでもちょっとずつね、ランキング上がってますから引き続きやっていきましょうということですね。まあでも本当サクサク進むのはいいですね。どん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 ね、こうやってこのままちょっとね、やれるところまでやっていきますか。さあ、はい。で、ここから減量に入ると。はい。どんどん、どんどんいく。もう一回、OK。はい、ここまで来ました。で、選手とね、交渉ですね。どの選手がいいのか。やっぱもう一番強そうなやつ。はい。ただこの辺の選手とばっかりやってる気がするな。これ何回かやってない、一緒に。顔が似てるだけ。いや、同じ選手ですよね。ちょっと
顔を見てないからかな。だからそういう意味でも早くあれなんですよね、マネージャーをよくしたりとかっていうのが大事だっていうことか。なるほどね。これはまた勉強になるね。さあ、コーチの経験値みたいなのもこれでね、しつつ。さあ、とりあえずは、なんか今はまだ変えたりするところじゃないのかな。さあ、まあでもとりあえずもう選手ね、どんどん勝っていかないとしょうがないですから。この辺の選手とやっていきましょうか。多分一回戦ってる気がするけれども。まあしょうがないんですよね。こうやってね、どんどん戦っていかないと。戦績をね、上げていかないといけないですから。まあお金もちょっとずつ溜まってはきてるんですよね。引き続き、あとなんかメールが来てるんじゃないかな。はいはいはい。これあの、ほとんど同じ顔の選手が、いますね。69。ステータスちょっと上。はい。いやいや、ほとんど一緒でしょ。2対2選手がいますよ。まあ、とりあえずファイトキャンプ進めていきましょう。うん。よし。いきますよ。とりあえず、どんどんね、上げていかないことには。しょうがないですからね。トレーニングですよ。いけい、ヨガ。さあ、もう一発。どれがいい？これだ。さあ、ここに来て、最後、リカバリー。よーし。OK。さあ、行きましょう。まあ、こうやってどんどんステータス上がっていくのはマジでいいですよね。さあ、また会場はジムになってますね。さあ、引き続き。よし、今回も勝ちに行きますよ。いや、絶対やってるよね。この選手ね。てか似たメンバーだけでこう下の方で今回してる感じになってるから、ちょっとな、なんか強敵がまだ来てくんないかな。はい、じゃあ行きましょう。さあ、今回はどういう試合にしていくのか。おお、ガッチガチですね。めちゃめちゃ固めてますよ、ボディ。 OK。おお、意外と好戦的じゃないか。 OK。 おお、ボディアッパアッパ、おい、おい、よし、いいですね。ボディアッパー、おっと、なかなか強烈な一撃打ってきますね。おい、ボディ、オッケー。ああ、というかカットしてるな。ふう、オッケー、アッパーナイス。よし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 。いや、全然前回よりいい試合ですね。ああ、結構カットしてるな。バックリいってますね。
いやー、まあでもね、試合というか、まあいろいろ試したいことは今やっぱ2回目の試合でだいたいでき始めてますね。このバックステップはやっぱりね、うまく使いたいんですけど、こう今んとこね、なかなかタイミングがね、OK、これだと当たんないんですね。そう、オッケー、アッパーナイス。今のはおい今のうまかったね。よし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 、うわーうまいね。今のは相手がうまかったね。うん、ボディナイス、ボディ、うん、よし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 、おーし、おい、オッケーオッケー、ああいいですね。ボクシングっぽさがちゃんと出てますよまあでもディフェンス、あとスタミナの管理に関してはあんま良くないですけどね。まあでもこのぐらいやっぱやらないと。よし、さあここまでのラウンドは割とねファイター気味に戦ってきましたけど、ちょっとこっからはディフェンシブに行きましょうか。ちゃんとねジャブで距離測って入ってきたらストレートで止める。うん、あ、はい、そうですね、入ってきたらこうアッパーね入れる、アッパーをねじ込む。オッケーオッケーオッケー、ういー、ナイスストレート、カウンターで入ってますね。うん、ボディ、ふう、ボディ、オッケー、うん、ナイスボディ、ふう、おーい、さあだいぶ亀になってきましたね。おーし、オッケー、よし、よし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 、さあ最後のラウンドですね。いやいい加減 KO したいんですよね本当はね。まあでも相手も打ってこないとね当たんないですからね。おい、
おーしよしよし。ふうふうふう。よし、アンタッチャブルですよ。うん、おい、おっしゃ、オッケー、いけ、オッケー、プロ初 KO を狙え、オッケー、オッケー、オッケー、もう超強引でしたね。いやー、多分オンラインこんな感じなんでしょうね。バターン行きましたね。さあ立つな立つな、プロ初 KO、 いやー立ってくるよね、そろそうか、いけ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 、残り10秒あるか、あー終わった、くそー、再び判定、いやー、もう逆にすごいですけどね、全部の試合判定ですからね。はい、まあでもね、ジャブ良かったですけどね、相変わらず。4ラウンドね、勝ちましたということで、今何戦やってんのかな。戦績みたいなのは自分のちょっと見たいよね。はい、40位に一番最高でなってるという風な感じですかね。まあ、とりあえずダウン取ったのでいろいろ経験値が溜まったんじゃないかなと思いますけど、その自分の戦績みたいなのは、出てくるのかな。マイキャリア今のところ、はい、7戦7勝、7判定なかなかですね。まあまあまあ、こんな感じでというふうなところですかね。あ、なんか新しい、技術がゲットできそうな予感ですね。これ使えるのかな。あ、入りましたね。はい、新しい技術が入りましたというところで、あとは何かあるかな。まあ経験値が徐々に溜まってきてるので、こういうのを、経験値をね、コーチにどんどんね、上げた方がいいのか、もうジャネットをとにかくどこまで引っ張るかみたいなとこありますけどね。また、再びジャネットと契約。ということで、もうジャネットな、このコーチっぷりをちょっとアップグレードさせましょうか。はい、コーチ XP をふんだんに使って。どうだ?さあ、これでどうだ?よし。まあ、こんなとこかな。とりあえずは。それぐらいかな。右手がちょっと痛めたかなというところですけど。はい。ということで、とりあえずね、まあ、こんな感じで今進めておりますけれども、いかがですかね。なかなか、ね、ランキング全然上がんないですけど、これ本当に今20歳になっちゃいましたけど、いけんのかな?なかなかこれ世界チャンピオンまで相当かかりそうな気がしますけどね。なんかもうちょっと飛び級になりそうな相手とか出てこないのかな。やっぱその辺がマネージャーをどうするかっていうところなのかな。ここのマネージャーが大事。はい。マネージャーをどうするか。どうするか問題。今ここですけどね。
これを D あたりにちょっと格上げしてみます。一回ね、もうちょっといい相手を、ね、出してくれんのかな。一回ちょっとマネージャー変えてみますか。それによってもしかしたら何か変わるかもしれないですけどね。まあちょっとその辺次回かな。とりあえずね、もうあと何戦かしてみてからでもいいかもしれないですけどね。はい、ということで、とりあえずね、ステータスもちょっとずつ上がってきてますからね、だんだん操作もしやすくなってきております。引き続き、ね、世界チャンピオンを目指して、地道に頑張っていこうかなというふうに思いますんで、改めてよろしくお願いします。ということで、全国のね、ボクシングファンの皆さん、まあ、ボクシングゲームファンの皆さん、まあ、引き続き、アンディスピューテッドやっておりますんでね、ぜひぜひ今後も、まあ、注目していただければ嬉しいです。また一緒にね、まだあの、アンディスピューテッドを、まあ、買わずに迷ってる方とかも、まあ、見ていただいてね、面白そうだったらやってもらえたらいいと思いますし、あの、まあ、なかなかこう人を選ぶゲームでもあるので、まあ、あの、ぜひね、参考にしていただければ嬉しいかなというふうに思っております。はい。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。